はいどうも、バシデです。YouTube チャンネルご覧の皆様、本日もよろしくお願いいたします。ということでね、今日はね、あの、ブラックフライデーのね、期間中ってことで、まあ、各ね、アマゾンでもいろんなサイトでもね、えー、安くね、物が買えるっていうね、このシーズンなんですけども、えー、我々 d t m にとってもね、非常に、えー、お得な期間ということで、今日はね、ウェ v ブスのね、プラグインを購入しようという動画を撮っていこうと思います。 はい、えー、このね、えー、ブラックフライデーの期間、えー、アーリーバードセールっていうのかな、えー、今、画面の方でね、出てますけども、週替わりでプラグインとバンドルがお得に、えー、30プラグイン &2 バンドルズってことでね、非常にね、お買い得ってことで、3万円も4万円もするものがね、80%オフの3000とか4000円でね、えー、プラグインが買えちゃうよって。 っていうことでね、DTMR、えー、のね、財布の紐が緩む時期なんですが、僕もね、えー、今回は、ウェイブスの動画をやるのはおそらく初めてだと思います。はい。だいたいいつもネイティブインストゥルメンツとか、エブルトンのね、えー、プラグインは紹介してたりするんですけども、ウェイブスのものをやるのは初めてです。まあ、ゆっくり、えー、ご覧いただければいいかなというふうに思います。それでは行ってみましょう。チェ u ラ それではではすね、僕が今日実際にね購入するものもピックアップしてあるんでそれを紹介していこうと思いますまずはですねこちら JJP ボーカルズっていうねこれはまあボーカル専用のねエフェクターエフェクターになるんですけども、えー、まあなんかベースに使ってもいいなんていうね情報も得てますけどもまあボーカルのミックスですよね直感と本能で、えー、できるものですねまあ EQ と、えー まあ、ディエッサーとコンプルがね、ついてるね、えー、ものでですね、えー、ボーカルミックスの基本のね、いじるものがもう集約されてるっていうね、えー、プラグインですね。これがね、16,500円するものが今、3,630円になってますね。はい。なので、こいつをまずは購入しようと思います。はい。で、続いて、えー、こちら。NS1 ノイズサプレッサーっていうね、 えー、たった1本のフェーダーで消したいノイズを消すっていうねものですね、えー、どうしてもね卓録ククなんかやってると、まあ、家の環境音とかがねこうサーって入ってきたりとか、まあ、あとは近所のね布団叩くおばちゃんの音が入ってたりとか大げさに言うとねそういった音が入ってしまう場合があるんだよねでよくヘッドホンで聞くとそういう環境音が入ってたりする場合のノイズをね 消してくれますね。はい。まあ、声をこう、バッとね、前に余計なノイズを消して、声をね、バッて出してくれるって感じ。まあ、あまりかけすぎるとね、変な、ちょっときい、えー、コンプレッシュ、コンプがね、なんか聞いてるような、聞きすぎちゃってるような感じにはなるんですけど、っていうね、えー、まあ僕も今、YouTube で調べた感じでは、そんな感じのね、便利な、えー、ノイズを消してくれるね、え、フェーダーっていうことで、こいつを購入しようかなという風に思います。どうしてもね、僕ん家もね、こう、さー っていうね、ホワイトノイズがねどうしてもね入ってしまうんでそれをねちょっと、えー、消したいなっていう感じで、えー、買おうかなというふうに思いますまあ主にねボーカルのミックスにね使おうかなというふうに思ってますで、えー、こちら MV2 ですねこちらはですねあのー、まあこれは DTM に使うっていうか動画編集の方に僕は使おうかなというふうに思ってます例えば、えー、トークがメインのね えー、動画とかそういった時に使います。だプレミアプロなんか使ってるとね、あのプラグイン入れることできますよね。ファイナルカットでもできるのかな。プラグイン入れて、まあ、えー、声のね、えー、バランスをまあ、整える、まあ、コンプレッサーに似てるものなんですけども、例えばあの複数でね、えー、こう喋ってる動画とかって、みんなが一斉にバッて喋り出した時の波形っていうのをバッて 上がりますよね。そこをこうなんていうかなうまくねこうそこだけをこう均等の今まで、えー、50で喋ってたレベルにそこの部分も50に合わせてくれるみたいなねものですね。まあ、あとは極端に低いところも、まあ、20ぐらいで喋、えー、ってる低いものも50に合わせてくれるよみたいなね、まあ、簡単に言うとそういったものですね。はい。 なのでこれもね便利かなと思ってこいつも購入しようかなというふうに思ってます。っていうね、えー、3点を今日は購入してでちょっとね JJP ボーカルズをえいじってるところをね、ちょこっと見お見せしようかなというふうに思ってます。Peace. はい、えー。それではね、えー、今ライブの方に来たんですけれども、やっていきましょう。JJP ボーカルズを購入したということで、えー、紹介していこうと思うんですが、まあ、もうね、えー、僕の動画を見るよりも他のね、えー、d t m の方、プロの方とかが、もう JJP ボーカルズはね、えー、使って解説している動画とかいっぱいあるので、まあ、参考程度に、えー、なればいいかなと思うんですけども、はい。えー、このスプライスというね、えー サイトを最近僕よく紹介してると思うんですけどもここでね、見つけた声のサンプリング音源、実際にラッパーが歌ってるラップとシンガーが歌ってる歌と、あとレゲエ DJ の方が歌ってるねレゲエをね入れてあります。で、レゲエに関してはですね、あのランキン女王という ね、ジャマイカでも有名なあのレゲエ DJ がいてその方のね声がなんと見つかったんで今回入れてますはいこれはね結構マニアックな話になっちゃうんだけどレゲエ好きの人はかなり、えー、もうぶち上がっちゃうような DJ なんですよねはい、まあ、レゲエを知らない人は、まあ、ランキング上ーって言われてもね誰だそれってなっちゃうんだけど結構あのジャマイカでは有名で人気のある DJ さん の声を見つけることができましたで申し訳ないんだけどシンガーとラッパーの方は名前がちょっとわからないですはいで以前からねマシンの方で僕が作ってるトラックに今、えー、スプライスで見つけた声をちょっと入れてるって感じですねちょっとシンガーの部分とラッパーの部分聞いてみましょう <music> って感じでねシンガーとラッパーまあこれ簡単に歌ってる部分をちょっとループしてるだけなんですけどかなりねあの雰囲気は出るかなっていうふうに思いますでこの曲に関しては後々僕のオリジナルのラップというか、えー、歌を入れようかなとは思っていますはいでさっきから言っているランキンジョーさんのところ

紹介していいこうかなと思います買おうかね迷ってる方は、えー、参考になればね、えー、嬉しいですではねまずはつまみをね説明していきましょうこのセンスっていうところセンシビティなのかなここがね感動をね決めるまあ この JJP ボーカルズの中でも最も重要なね、つまみになるかなと思います。で、ここの右の部分にね、ランプがあるんだけど、LED ランプのようなね、これをだいたい緑から黄色にするとちょうどいい感じになるそうです。ただ赤っていうのもあるんだけど、赤になったからダメという表現はしてなくて、まあ緑がグッと、黄色が オ,フオプティマルで、赤がベリーホットっていうね、表現をしていますので、まあ赤だからダメだよって、そういう意味ではなさそうです。はい。で、この、ハイとロー、これ EQ ですね。で、コンプレッサー、ディエッサー、ここの部分ですね。この左側の部分をメインセクションと呼んでます。で、メインセクションの、えー、ボリュームがこの赤のフェーダーになっ ていいますはい、ですねでここのね、えー、真ん中の部分真ん中の部分をここをセンターセクションと言いますねここにマジックスペースアタックアチトゥード、えー、プリエンスプリセンスこれ E が抜けちゃってプリセンスですねプリセンスでマスターってあるんだけどこのセンターセクションでこの下の3つがですね プリセットですねこういう感じで、えー、プリセットがありますよっていうことですねちょっとねこのプリセットメールってやつでちょっと聞いてみましょうかランキンジさん <music> はいこれがね今プリセットのメールってやつにして 出るやつですが一回 JJP 切ってみます切ったらどうなのかなもう一回入れてみましょうちょっとねあのー、今ちょっとあんまわかりにくいかなと思うんで はい、えー、今、ソロにね、したんで、声を。これで分かりやすいかなと思います。で、えー、今ね、プリセットいろいろあるんですけど、えー、これのね、えー、コツというのをね、学びましたんで、紹介します。これはね、あの、まず、つまみをまず、間違した。フラットにしておきます。はい。フラットにしておいて、 でこっちもねフラットにしてこうフラットから、えー、少しずつ効かすっていうのが、えー、いいやり方らしいですよなぜかというとあの結構これ強烈にねあのエフェクトがかかってしまうのであ,のあるものからいじるよりもないものから少しずつ足していくという感じでやることをおすすめしますはい

っていうわけではなくてこれはただの数字です目安の数字になりますはいだいだたい10時ぐらいにねしておこうか10時ぐらいにしてで,でセンスを決めたら次コンプでねだいたい、えー、かけてい,きんいくんですけどこのコンプレッサーもね結構効いちゃうみたいであのー、そんな 大体10から20ぐらいがね、目安としてちょうどいいかなっていうところですね。Bad boy, so undisambad boy sound.Bad boy, so undisambad boy sound. ちょっと目いっぱいかけてみようか。目いっぱいかけると。Bad boy, so undisambad boy sound.Bad boy, so undisambad boy sound. 結構コンプー。 かかりまくってんなみたいな感じになっちゃうのでまあ15ぐらいでいいかなっていう感じはしますねこれまだね僕も初めて使ってるんでねあの全然試し試しなんですけどねはいでここの EQ ですね EQ のところでちょっとハイとかをいじると明るさが出るっていうか まあ12ぐらいにしておきましょうか。はいよね。で D.S.R. っていうのはねこれは視察音と言って指シスセス音とか立ちつて音とかのねまあちょっとこう聞きにくいところとかをこう調節するやつですね。で今回ちょっとまあランキングさんの ところではいらないかなと思ってますんで視察音の、えー、調節はしませんはいでこのセンターセクションなんですけどもマジックスペースアタックアティチュード、えー、プリセンスっていうのがあるんですけど注目したいのはねこのスペースってやつですねこのスペースをちょっと上げていきます バッドボイ・ソウダ・ディサバー・ボイ・サウンバッドボイ・ソウダ・ディサバー・ボイ・サウンジョン・バン・ソウダ・ミセ・ソウダ・ライ・ン・ディウンね結構聞くでしょうでこの JJP ボーカルズっていうのはこのスペースっていうつまみをいじ,いじるとモノラルから、えー、ステロになるっていうね、えー、つまみになってますなんかこうディレイが かかったようになるっていうかこう空間で響いてるような聞こえ方になりますモノラルから、えー、ステレオになるというかねそういう感じがしますまあこれもそんなにねかけなくてもいいかなっていうふうに思いますはいでこのプリセンスっていうのがこの EQ の「ハイ で足りなかったところをこう付け足すというかまあハイのさらにプラスアルファハイみたいなつまみですねまあこれもだから付け足し程度で、まあ、好みになる全て好みになっちゃうと思うんですけども、はいまあ、僕のようなね素人レベルで申し訳ないんですけどもはい あのー、まあ、微調整で付け足していいかなというふうにでアタックはね、これボーカルの抜けとか、なんか悪い時にこれ調整して、バ <music> なんか全面に出したいなーっていう時にね、これオケと合わせてね、調整した方がいいのかなというふうに思います。はい。で、このマジック っていうのはねそんな変化がなんだかよくわかんないですね。そんな聞いてんのかなって、そんな感じ <music> あ。多少はね、ちょっと変わるんですね。でもそんな僕はつかないかな。っていうところですね。あんまね、こういろいろ混ぜちゃうとよくわかんなくなっちゃうんで。で、アテチュードっていうのがなんかね、ちょっとこう腰を感じるような音になります。 バッドボアイサウナンディサンバッドボアイサウディサンバードボアイサウナンディサンバッドボアイサウナンディサンバッドボアイサウナンディサンバッドボアでサウナンディサンバッドボアイサウナンディサンバッドボアイサウナンデバッドボアイサウナンディサンバッボンディサンバアイサウバッドボアイサウンドアイサウナンディサンディサンバッドボアイサウンドアイサウ はい。それではね、おけとまぜで聞いてみましょう。ちょっとね、えー、もうちょい調整は必要かなと思うんですけど。じゃあ、一回切ってみましょうね。JJP を切ると。

もうちょい低くてもいいか。はい。っていうね、えー、エフェクトです。はい。参考になったでしょうかはい。でね、えー、まあ、これは可能性は無限大だなっていうふうに感じるんです。もう、今日はね、もう20分ぐらい。 喋っっちゃってるんでで今日はこの辺でお別れしたいいいなという,ふうに思いますおそらくまだブラックフライデーの期間だと思うんです。この動画が出てるとき。だからね、まあ、JJP ボーカルズとかね、まあ様々なウェイブスのいい感じの、えー、プラグインが出てると思うんで、DTM やる方はね、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。